今日の話はいつも機嫌がいい人の小さな習慣というあなたがいつもご機嫌でワクワクした生活を送るために行うべき最も手っ取り早い方法の一つはいつもと違うことをしてみることです例えばいつもと違う帰り道を通って遠回りをしてみると知らなかったお店を発見してそこで素敵な出会いがあるかもしれません。いつもととと違う同僚とランチをすると 面白い情報が聞けるかもしれませんいつもと違う仕事の方法を試すと効率的な方法が見つかるかもしれません他にもいつもと違うものを食べてみるいつもと違う音楽を聞くいつもと違うシャンプーを買ういつもと違う休日の過ごし方をするなど何でもいいのです私は毎年違うタイプのスケジュール帳を買うようにしています使いやすさやデザインにはこだわります 散歩するとき、外食するとき、旅をするとき、大好きな場所には繰り返し行きますが、それ以外は新しい場所に冒険気分で出かけます。そうしようとするだけでも単純にワクワクして気分が変わってきます。ふとしたときにいつもと違うことをしてみる習慣は、ちょっとした心の刺激があり、チャンスや気づきが増えていきます。 人間、慣れ親しんだ行動に安心するもの、でもそれでは同同じじ情報を同じ感覚で受け取っているだけです。いえ感覚はどんどん鈍ってマンネリ化していくでしょう。もう一ついつもと違うことをすることの効果は今いる場所の価値に気づくこと。旅をした後、いつもの仕事が新鮮に感じられたり当たり前のありがたさに気づいたりするように私たちはいつもと違う体験をしながら無意識に自分の世界を確認しています。 少し行動を変えてみるだけで見えている景色が変わってくる,るのですいつもと違う行動をすることは自分の世界を広げることですいつもと違うことを違うことをするには出口晴脇氏の唱える旅首都本が最適です旅はコンと像からアウェイに行くことですいつもとは違った場所や見たことのない世界を見ることで自分のバイアス、に先入観や偏見,偏見、偏りを外すことができます 旅は海外や国内へ行くことだけではありませんまだ行ったことのない近くのお店やレストラン神社やお寺山や川に行くのもいいわけです人は講演会やセミナーなどで講師や出席者と会ったりイベントのスタッフとして手伝ったり参加したりして新たな人と出会ったりすることです本は自分を異次元の世界に連れて行ってくれる手っ取り早い方法です 読書によって、新たな知識や情報を発想、視点を身につけることができます。つまり、いつもと違うことに必要なキーワードは、新しい好奇心、遊び心ですね。じゃあ今日これで終わり。